て続いては外国人観光客をみんなで温かく迎えるためのコーナークイズウェルカムンチュです。はい、毎回ねいろんな角度からの問題が出ますからね。そう、もう想像もつかないようなこんな問題ってのが出てくるから、ね、そうですね、はい、そろそろ当てていきましょうね、はい、当たらないな、なかなかそういうことだ。今日はね、どんな問題が出てくるんでしょうか、はい、テレビをご覧の皆さんも一緒に考えてみてくださいね。せーの、ウェルカムンチュワンと一緒に外国からのお客様を温かく受け入れられる知識を身につけ、素敵な島沖縄を世界に広めよう。クイズウェルカムチュー。さて今週は沖縄を訪れたお客さんたちにクリスマスの過ごし方を聞いてみたよ。公司也会、朋友也会自买一些东西，然后抽奖啊，还有叫那个食物来家里，然后开 party。台湾也是会家里一聚在一起啊，然后过圣诞夜，然后买礼物，跟小朋友讲说你乖乖的话，圣诞老公公会送你礼物，这样子啊就很开心。有的都有，商场这种都有，都有。现在中国就是反正蛮西化的，就基本就是西方的节日他们都是会过。中国や香港、台湾では日本と同じような過ごし方をするみたいさ。ネパールではクリスマスやってる人はもうちょっと少ない。いる人もいるけど、もうちょっと沖縄より少ない。村住んでる人は全然わからない。ヒンドゥー教徒の多いネパール、クリスマスを祝うのはほんの一部の人だけなんだって。お隣のインドもそうみたい。With family. Yeah, we've never not been Christmas. This is the first time ever we won't be with for Christmas.キリスト教徒の多いアメリカ、ほとんどの人が家族と過ごすみたい。さてここでクイズ。アメリカのクリスマスで食べる定番のごちそうは何でしょうか。リンタロウさんはわかるかな。ミートローフ、ローストビーフ。いいとこじゃない、サマーいいとこじゃない。正解は We'd have like ham. ハムでした。へー、 yeah, yeah.More for Christmas and then turkey for Thanksgiving. Ham. Huge ham. 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 That's all I can think of. That's really mainly is ham. Main dish ham. 今年最後の入域観光客予測数だよ。ドイツには良いサンタと悪いサンタ、サンタクロースが2人いるんだって。外国のクリスマス、みんなも調べてみてね。はい、また当たんなかった。ローストビーフじゃなくてハムだ。ハム、ハム。意外と知られてないと思う。強めのハム。ハムとは思わなかったね。流暢な発音。いや、勉強になりました。ありがとうございます、ね、はい、面白かったです。視聴者の皆さんもネットを通じてこのクイズウェルカムンチュに参加できます。詳しくは検索してみてください。はい。